Peggy 12. Boss! KOF STATION CHANNEL XIV Ichiki Dojo へようこそ。声優界最強の KOF プレイヤー Ichiki Mitsuhiro です。今回は格闘ゲーム初心者の皆さんに私 Ichiki Mitsuhiro が格ゲーの遊び方を伝授したいと思います。でまあ早速なんですけれども、何やらこの道場に入門したいという人がいるらしいんですけども、どこじゃどこじゃ、お頼みます。お元気いっぺいだな。はい、 KOF 14一木道場に入門させていただきます、ユリ坂崎役の角前です。おーすちょっぱー、元気いっぺい。なんだ君がこの道場に入門したいという輩は。あ、はい、輩です。はい、なるほどな。はい、まあ、ユリ坂崎といえばですよ、龍子の剣に登場する極限流空手の使い手でございます。まあ、なのでね、はい、当然格ゲーの方もでも得意なんでしょ。初心者ですよ、やっぱ。おお、なんだと。KOF キャラの声優なのに。そうです、やっぱ。そうです、やっぱってなんだ。格ゲー初心者。けしからはもう10年早よ、帰れ帰れ。帰ります。帰らないで。こっち来い。君が本当のユリ坂崎役なら、はい、あのセリフが言えるはずだ。お兄ちゃん。あ、惜しい。ちょ、あのセリフ言って。あのセリフ言ってほしいの。どれですか。あのセリフ言えたら入門認める。ね、やめてお兄ちゃん。その人は私たちのって、もう感情を込めて、あのシーン聞きたいわ。来た、あのシーン。やめて、いつきさん。あ、俺そのセリフは製品版で。製品版でもねえよ、そのセリフはよ。イエーイ、ちょっと、まあ、よしやろう。はい、じゃあその間にビッシビシ行くかな。はい、ビッシビシ行くかな。そっけないようしてきますね。そんなことはございません。はい、じゃあね、早速、KOF 14一気道場、はじめ。あ、さあ、うん、では早速プレイしていきたいと思います。その前に月先生。はい、何でしょう。なんか先生は10年以上この KOF シリーズずっとハマってやり続けてるわけじゃないですか。まあ、そうですね。こう、それだけハマるっていう魅力を先に聞いてた方が私も入りやすいかなって思って。まあ、そうですね、まあ、そうですね、はい、まず、うん、男なら誰しも一度は地上最強になりたいと思うんですよ。ね、地上最強、はい、まあいろいろ体格とかもありますね。そこでこの格闘ゲームですよ。なんと、ね、はい、技術を磨けば確実に強くなれる、はい、体力を鍛えなくても地上最強になれるチャンスがあるんやと。そっか、じゃあ男女関係なく、そう、そこで戦ってもっていうところはありますよ。男女関係ない、平等なんですよ。10年以上やってる一木さんに私が勝てる可能性も、うん、全然あるんじゃないかな、君の頑張り次第では。そうですよね、だって一木さんだって 1,2 回目負けてますもんね。お前なんて言った、お前しれっとなんて言った。何の話だ。過去回の話。なんでそんなの知ってんだよ。聞いたから。あのね、100% 勝ち続けるなんてことはできないわけですよ、それはね。わかりやすいですよね、そうそう、シンプルですよ、ルールは。体力現状ゼロにした方が勝ちっていう。じゃあ他のなんか格闘ゲームやってる人も割と、うん、じゃあ KOF 始めようってなったら慣れてる人だったら入りやすいってことですか。まあ、格闘ゲーム、うん、まあ、どれから入っても基本的なルールが一緒なので、もちろんその多少のルールとか若干変わってくるので、うん、まあ、そこはやっぱり、うんうん、そのゲームをやらないとわからないことも多いと思いますけれども、基本的な操作は一緒なので、パンチキックとか、まあ、やっぱりね、ワイワイと対戦ができるのが格闘ゲームの魅力なんですよ。そうですね、格闘技だったら毎日のようにワイ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 できないでしょ。そうですね、疲れちゃ う, そう疲れちゃうからけど、インターバル必要になるから、うん、これだったら地上最強にもなれるし、なれるし、これお気軽にですね、世界の人とも対戦できたりするんですよ、最近の家庭用の格闘ゲームは。あ、通信とかですか。そうそう、ネット対戦も充実してきたんで。KOF ももちろんそのシステムも搭載されているということなんでね。で、その KOF シリーズっていうのは、本来はまあ1対1なんだけれども、格闘ゲームって基本的には、はい、でも KOF は3人選ぶんです。3対3のチーム戦なの。あ、そうなんですか。うん、もちろん戦うときは1対1なんだけども、そのまあ対象、あ、勝ち抜き戦で対象、はいはい、うん、先に2本取った方が勝ちっていう感じですか。3人倒した方が勝ち抜き戦だね、3対3だ。そういうことなんだ。先に3人倒した方が勝ち。あ、なるほど。さあ、まずは体験版をダウンロードしてみましょう。はい、ということで、かくまくん、さすがにこれぐらいはできるよね。はい、はい、お、押す、お、はい、押す、おい、やっちゃった。はい、押す、押す、押す。テンパりすぎ。ダウンロードだけ、大丈夫、はい、じゃあまずはね、はい、プレイステーションストアというところに合わせて、うん、丸ボタン、丸ボタン。次は体験版という項目があります。こちらを探して、
そうすると体験ボタンが出てきます。その中に KOF 14がありますので、はい、押します。押してください。楽、簡単、はい。さあ、それではいよいよソフト起動だ。はい。どうした、テンション上げてこうよ。ソフト起動、はい、起動、起動、はい、起動、起動、はい、だってダウンロードしたもんね。よし、起動しよう。起動、はい、どうやってどうじゃあね、まずゲームモード、はい、こちらを説明したいと思います。はい、お、押す、はい、さあ、いいよ、コントローラー持ってみていいの。うん、持ち方ってそもそもこれであってもいい。持ち方、もう好きに持っていいもん。なんか、あ、そうなん、なんかもうこう持ってみたりして、なんかこう。それはちょっと私嫌です。ここでね、これ、あ、どうぞ、すいません、先輩なのに。はい、十字キーでいろいろね、選べるから、はいはい。で、この体験版で選択できるゲームモードは、うん、まずバーサス、はい、バーサスモードね、はい、で、トレーニング、トレーニング、ね、はい、そしてチュートリアルの3種類チュートリアルで、はい、各種設定ができるオプションがございますね、うん、はい、はい、オプションがございます。で、バーサスはプレイヤー同士か、まあ、CPU、うん、コンピューターとですね、うん、対戦できるモードです、はい。そしてトレーニング、うん、こちらは練習に最適な条件を設定して、うん、バトルの練習をするモードでございます、はい。この後ろ姿、あ、ユリ、へぇー、どれで背中の美女、はい。おー、ちょい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 来るね。で、はい、チュートリアル、こちらはですね、うん、KOF 14の基本操作とゲームシステムを学ぶことができるモードでございます。はい、まあ、体験版ってことはこの、うん、なんかちょっと押せなさそうなところ、うん、この辺とかは本編でってことですね。そうですね、製品版でのみ遊べるんですけれども、うんうん、じゃあまず、うん、左上、はい、こちらストーリーモードですね、うん、まあ、KOF 14の壮大な物語が楽しめるという、うん、これがストーリーモードです。しっかりした物語が、はいはい、で、キャラクターごとに設定された、まあ、コンボなどのお題をクリアしていくことで、うん、まあ、スキルアップの助けになるミッションモードなるものもありますね。そう、それがミッション、はい、で、ネットワークにつなげてオンラインで他のプレイヤーと対戦や練習も可能なオンラインモードです、ね、これがさっき言ってた、あ、練習もできるんですね。練習もできちゃう、はい。で、次は、うん、過去の KOF のシリーズも網羅した、まあ、いろいろなイラストですね、過去のイラストも見れちゃうギャラリー、ギャラリー、こちらもございます。あ、いいですね。さあ、それでは、はい、かくまくん、はい、コントローラー持って、大丈夫、できるって。まだ始まってもないから、ダウンロードより簡単。まだ始まってないだと。チュートリアル、はい、はい、基本操作だから、チュートリアル押しますよ。丸ですね、丸だよ、イエー、はい、はい、チュートリアルを選んで、あ、めっちゃ出てきた、いっぱいあるでしょ、はい、うん、全部簡単だから大丈夫。じゃあね、はい、全身交代、それですね、順番にやっていきましょう。はい、丸を押してください。行きましょう。あ、うん、まずは移動の基本、はい、右を入力すると全身、うん、左を入力すると交代、うん、この左のですね。そうですね、はい、今かくまくんは左の草薙清というキャラクターを動かしていただきます、ね、左が自分ですね、はい、じゃあ丸を押してください、はい、じゃあまずは全身右を押しっぱなし、押しっぱなし、押しっぱなし、はい、あ、次は交代、左を押しっぱなし、はい、左上に出てましたね。そうそうそう、うんうん、左上に出てる、話にならんって言われてる。余裕だな、移動ができないとね。そうですよね、話にならないから、この程度は余裕でしょ、押すだけだから。じゃあ次の課題、なるほど、どんどんいけるんですね。もう簡単でしょうか、うんうん、右と左しか押してない。簡単、簡単だった、簡単、はい、エボで優勝できる、しゃ、ん、はい、優勝、はい、大丈夫だよ、続き、はい、しゃがむことができる、はい、ね、左下、下、右下、どれか押してください。どれでもいい。この斜め下ってボタンなくないです。お気づきになりましたね。そうなんです。まあ、左下の場合ね、はい、左と下のボタンを、同時に押すと、あ、ほっと。左下を押してる扱いになるんですね。なるほど、はい。あ、じゃあ右斜め下はこっち。押すと、まあ、右下反対になります。なるほど。そうなんです。しゃがむとき相手と反対方向。ガードになるんですね。そうですね。相手の攻撃を防ぐことも重要になってくるんで、格闘ゲームは。右から来る攻撃は左方向のボタンでガードし、うん、する。右からは左？あ、ごめん、次行こう。次の課題行こう、はい。大丈夫、大丈夫、ね。相手まだ攻撃してこないから大丈夫、はい。次はダッシュ、バックステップ、はい、うん。右を2回入力するとダッシュ。左を2回入力するとバックステップ。はい、これはね、はい、2回目の時は押しっぱにしてもらっていい。あ、書いてある。素早く右右。右右。右右って。ポンポンって。ポンポン。あー、来た！楽しい。そう、次はバックステップ、はい、まあ、今の左だね、ポンポンって。これは押しっぱじゃなくてもいい、バックステップの時は。あ、ステップだからピョンってしないんですね。ダッシュする時は押しっぱ、うんうん、押し続ける限りダッシュ。あ、逃げたいってなったらパンパンってやればいい。そう、ポンポンって距離を取る、はい、はい、じゃあ次に行きましょう、はい、
ね、ジャンプですね。あ、出た、斜め来たよ、はい、これも一緒ですよ ね、 そうだね、スターのしゃがみ動きと。そう、私は斜めを行きます。斜めじゃん、垂直ジャンプだった嘘、あれ同時に押すような感じ、同時か、そうそうそう、ちょっと上に行きすぎたんでしょうね、指先の方がやっぱ力入りやすいですね。そ う、 そ う、 そういうとこある。あ、出た、ショージャンプっていうのがあるんですよ。待って、 KOF にはジャンプの種類がいくつかあって、まあ、ただ、うん、普通に上を押すと通常ジャンプですね、はい、じゃあ一瞬だけ上押そう、チョンって一瞬、あ、この上だけ、上だけチョンって押すと、はい、チョンチョン、それ、あ、それだいぶ押してる、え、チョン、あ、そうそう、ちょっとコードが低かったでしょなるほど、そうそう、小ジャンプっていうのがあるんです。へぇ、はい、次この中ジャンプがね、はい、これ最初のハードルかもしれない、一瞬だけ、まあ一瞬下方向入力した後に、はい、また一瞬だけ右上か左上、この中ジャンプっていうのは垂直ジャンプではできないものなんですよ、斜め方向にしか中ジャンプっていうのは存在しないんです、はい、真下でもいいんです、真下から左上か右上に噴水みたいな、噴水、いや右上、上か左上、真上じゃない、違う、え、違うもう切れる、もう切れちゃう、いや、ちょっと触っていい、触っていい、もう、もう一刻も早く、はい、まず下でしょ、うん、なんかね、こう、こうなんか、撫でるように、何今の、スイッて、スイッて、もうできちゃったけど、俺がやっちゃったけど、待ってください、もう一回やります、うん、私これリトライ、あー、いいね、いいよ、その、その息はよし、よし、はい、はい、おー、できた、やったー、すげー、はい、そう、今のが中ジャンプ、はい、よし、では次の課題に行きましょう、はい、着々と、はい、次は何かな、うん、お、これ、また出た一瞬シリーズ、はい一瞬シリーズ、でもこれ中ジャンプより簡単だね、やろうと思えば、さっき出たってやつですか、まあ、さっきうっかり出たやつだと思う、いきます、これは一瞬入力じゃないから、あの上方向はもう下パン、そう、あれ滑るようにやるといいかな、下から上に、ほらほら、あー、そう、はい、そう、あ、近づいた、はい、あ、ガードね、ガード、相手と反対方向の、まあ、今の場合は後ろですね、左、はい、左方向に入力し続けると相手の攻撃をガードできます、まあこれはもう後ろ押しとくだけでいい、長押し、長押し、ちょっと待って押しっぱね、押しっぱ、そう、こういうこと、ほらガードした、あ、本当だ、じゃあ今の不意打ち、はいそうだね、いきなりだからね、はい、ちょっとびっくりしちゃったね、あ、まあ基本操作はまあね、ある程度やったので、うん、ちょっと攻撃の方をね、はあ、そろそろやっていきたいんじゃなかろうかということで、やりたいです、じゃあ攻撃動作というものを選んでいただきましょう、はい、順番にまず弱攻撃から、これを、はい、はい、で弱攻撃と強攻撃というのが基本ありますね、はい、弱攻撃、相手に与えるダメージ低いけど隙のない攻撃、立ち、しゃがみ、ジャンプの弱攻撃を出してみたと、はい、弱攻撃と呼ばれるのは四角と×、はい、四角と×、はい、一緒にですか、それぞれってことね、あ、そうですね、それぞれが弱攻撃になっているので、はい、ではまず弱パンチ、はい、これが弱パンチ、しゃがみ弱パンチは下とパンチ、はい、あ、でジャンプ中に弱パンチ、おで次はキックバージョンですね、バツに、バツか、今のをそれちょっと違うかな、普通にバツをしていい、相手に行かなくてもいい、はい、今はでしゃがみバツ、はい、ジャンプ中に弱、そうです、はい、で、さっきのしゃがみ弱キックは立ちガードで防ぐことができない下段攻撃と呼ばれるものです、うん、はい、まあ、相手のガードを揺さぶりたいときに使う、これが弱攻撃ですね、はい、はい、じゃあ次の課題、強攻撃です、うん、相手に与えるダメージでかいけども大振りなので隙が大きくなる、あ、そういうことなんですね、これもまあ立ちしゃがみジャンプそれぞれ強攻撃を出してみましょう、はい、はい、その場でいいんで当てなくても別に今回はいいんで、え、どこですか、強パンチと呼ばれるものが三角ボタンになります、あ、はい、こっち、はい、思い切り相手に殴る、じゃあ次はしゃがみ強パンチ、しゃがんで強パンチ、アッパー、ジャンプ中に強パンチ、そう、じゃあキックバージョンですね、その場で丸が強キックです、あ、そういうことですね、ほら、そばっとで、しゃがみ強キック、ジャンプ中に強キック、そう、よし、じゃあ次は吹っ飛ばし攻撃なるものが、はい、KOF シリーズにあるんですね、うん、相手に与えるダメージが高く、ヒットしたらもうその名の通り吹っ飛ばすことができる攻撃です、うんうん、立ちとジャンプ2種類吹っ飛ばしはあるんで、これ出してみましょう、ジャンプ、はい、はい、で説明も出ると思うので、吹っ飛ばしっていうのは強攻撃の2つのボタンあるでしょ、三角玉、それを同時押しするだけ、はい、はい、あ、試しに当ててみて、吹っ飛ぶから相手その場で、
三角とも同乗し、ほら、あー楽しい、楽しいでしょ。じゃあ次はジャンプフット橋を出してみましょう。いいよ、真上と三角丸を同乗し、三角と丸ね、同乗し、頑張れ。あ、今ね、ちょっと肩で当たるみたいなのがね、肩で、はい、相手をダウンさせたい時とか、さっきみたいに端に吹っ飛ばしたい時に使うと有効ですね。じゃあ次に、はい、特殊技、うんうん、さっき実はちょっとやってたんだけども、一部のキャラクターには特定の方向キーと攻撃ボタンの組み合わせによって特殊技なるもの可能でございます、うんうん、はい、草薙の場合は前と弱キックを押すと下式ゴーフヨーっていうのが出るんですよ。まあ技名は置いとこう。右下と強キックボタンを押すと88式、はい、でジャンプ中に下と強パンチを押すと下式奈落落としっていうものが出るんですね、はいはい、でも技名は俺が言いたいだけだからあんまり知らない。じゃあ特殊技出してみましょう、はい、まあ、一番簡単なのは前と弱キックですね。さっきもちょっとやったんだけど、弱キック、はい、前をもう押しっぱでいいよ。前押しっぱで弱キックをして、ほら、かかと落としみたいなのが出るんですよ、はい、本来の弱キックをしてみ、ほら、なんか足元蹴ったり前蹴るだけだけど、ね、前とジャックキックだとかかと落としになる。じゃあもう一個の特殊技、右下と強キックをして、丸ボタン、丸か、ほらこの二段蹴りみたいなのになる。本来は足払いなんだけど、真下と丸をしてみ、真下と丸、これが本来の強キック、あ、うん、そう、この二段蹴りになる。じゃあ次はジャンプ中の特殊技、ジャンプ中に、ジャンプ中に下と三角ボタン、強パンチですね。下と下はバツボタンじゃないですか。十字キーのジャンプ中に下押して三角、下押して三角、ジャンプして下三角、え、あ、今ねギリギリのところでもう攻撃判定は出てないけど、まあでも出ましたね。あ、出たんですか、はい、投げです、投げ、うん、まあ、格闘ゲームには大体打撃技、投げ技などがね、うん、あったりするんですけど、KOF ももちろんあります、うん、で地上にいる相手に近づいて前方向か後ろ方向と、うん、強パンチボタンで前方に投げます。投げる、はい、はい、で強キックでやると、うん、後ろの、あ、後方に、そう、はい、投げることができる。なので相手を投げてみましょう、はい、パンチパンチ、そう、三角ですね、そう、おー、これが強パンチの投げです。なかなか怖いですね、はい、で後方投げをやってみましょう。相手に近づいて前でいいですよ、前方向と、うん、次は丸ボタンに投げましょう。そう、これが後方投げですね、はい、投げはガードで防ぐことはできません。ーガードばかりする相手は気をつけて投げろと、はい、ではですね、まあ、攻撃の仕方は一通りやったんですけれども、はい、もう一つコマンド入力、まあ、必殺技と呼ばれるものですね、欲しいです、そういうの欲しいよね、はい、そういうの欲しかった、そういうの欲しい。じゃあコマンド入力、はい、必殺技を出してみましょう、はい、じゃあコマンド入力を選んで、コマンド入力、はい、いや、ダウンロードより簡単、ダウンロードより、ダウンロードより簡単、もうふいって終わったら、ふいってやったら出る、いや、コマンド入力して、ね、はい、方向キーでの特定の操作と、はい、はい、同時に攻撃ボタンを押すことで、うん、あ、押すことをコマンド入力と言います。方向キーを下、右下、右と、まあ、4分の1回転ですね、あ、はいはいはい、なんかイメージで、はい、下から右に、はい、入力した後に弱パンチボタンです、四角ボタンを、四角、はい、はい、そうすると草薙さんの必殺技の一つ、114式荒神っていう技が、荒神、はい、はい、出ます、はい、やってみましょう、はい、炎をまとったパンチが出るんです、かっこいい、絶対やる、はい、絶対やろう、じゃん、下からじゃんじゃんじゃん、お、すっげえおっせえすっげえおっせえし、なんかじゃん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 なんか歌い始めちゃったなんかね、トン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 、静かに、そしてしなやかにやる感じ、チュン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 泣き始めちゃった。イメージとしては、はい、右、最後の方向が右でしょ、右と弱パンチは、ま、同時とまでは言わないけど、すぐに押す感じ、右の後、じゃないんですね、違う違う、全然違う、ちゃんちゃんちゃん、まるで出してるあの、ね、ちょっとね、あの、自分が入力できてるかどうかちょっとわからないでしょ、はい、はい、メニューを開くと、できてますけど、できてねえからキーレーダーっていうのがあるんです、怖くない怖くない、ライブできるか、はい、ライブできるかね、おじさんと一緒に頑張ろう、はい、ね、キーデータっていうのをオンにすると、はい、かくまくんが入力してきたキーデータが左に出てるんですよ、やだ恥ずかしい、でしょ、はい、で、はい、草薙さんの荒髪っていうのは下、右、下、右、弱パンチです。じゃあこれをもう一回、はい、
下から右になぞるように、そうで逆パンチを押すんですよ。すっげー遅いんだけど、わざとやってる。いや違うんだけど、合ってますよね。入力は合ってる。これをあとはもう少しスピードに疲れるようにふいって、敵ももうちょっと、そんな力いるなっていう。あー来た、え、見てない、ちょっと待って、左ばっか見てました。しょうがないよね。でもこれは入力できてたから、今炎の窓とパンチが出ました。あー、なんとなく、はい、でキャラクターごとに必殺技がいっぱいあります。まあ、コマンドリストっていうのがあるので、コマンドは全キャラ一緒、うーん、共通のものもいくつかありますけど、やっぱ違うキャラは、まあ、草薙以外のキャラはまた草薙とは違うコマンド入力が必要になったりする場合もあります。そっか、そうですね。あ、じゃあ得意なコマンド入力キャラも出てくるかもしれないわけですよね。うん、今のができないなら多分何もできないと思う。さあ次はトレーニングモードで練習していただきます。トレーニングですね。できますよ、はい、トレーニングできますよ、好きなだけ。お、持って、うん、やろう。よし、はい、トレーニング選んで。あ、トレーニングか、右押して向かうんで。そう、あ、ゆり、ゆり、はい、押して、うん、今ね、トレーニングモードのアイコンにはゆりがいたんですけど、光ってるキャラが体験版で選べるキャラです。でもゆりね、右下行くと分かるんだけど光ってないんだ。光ってないな。なので今回は頑張ってもらっていいですか、ゆりさんは。これはもう製品版に撮ってる、ね、っていうことですよ。まあ、私を体験版で遊べるなんて思うなよと。ちょっとその他の人に申し訳ないのでそれは言ってません。私は言ってませんよ私はお楽しみにしか言ってないんですけど、この私を体験版で遊べると思ってるのかと。あ、セクシー、セクシーな女、くのいちですね。くのいち、あ、はい、こっちがいいです。じゃあ知らぬいまい、知らぬいまいとお読みになるんですね。はい、まあ、画面の説明っていうのをね、実はしていなかったので。画面の説明、そうそうそう、例えばさ、うん、あの、まあ、キャラクターの写真というかアイコンが左上にそれぞれ出てます、ね、はい、まあ、名前が書いてある、うんうん、でプレイヤー1、プレイヤー2書いてある。で、緑色のゲージありますね、はいはい、光ってる、はい、HP ゲージですね、うん、あれを、うん、ゼロにしてしまうと、うん、ゼロにしてしまうとっておかしいけど、ゼロにするとわーってなるやつ、ね、そうですね、まあ、自分のゲージがゼロになると負け、はい、相手のゲージがゼロにすると勝ち、これもう至ってシンプルところです、うん、分かりやすい、はい、そしてパワーゲージっていうものがあります。パワーゲージ、はい、下を見てください。パワーって書いてあります、はい、今はゼロなんですけれども、うん、まあ、攻撃とか必殺技とか出したり、うん、相手の攻撃ガードしたり食らったり、はい、まあ、いろんな条件でそのパワーゲージが増えてきて、うん、そのゲージが満タンになると、あのゼロっていうところが1になります。はい、数字が1になると、うん、その1本を使って、うん、まあ、その必殺技を超える超必殺技とか、うん、まあ、いろんなことができるようになるんですね。そうです、そうです、それのことか、はい、で、ガードクラッシュゲージのものが、体力ゲージにした青の短い青いゲージですね、はい、ガードという、うんうんうん、はい、あれが、まあ、ゼロになると今度はガードが壊れて隙だらけになります。なんか、うん、なんとなく格闘ゲーム見てて棒いっぱいあるなって思ってたけど、うん、今やっとすっきりしました。大体の格闘ゲームには最低でも2本はゲージあるんで、うん、そう、そう、体力ゲージかパワーゲージ、1本は分かるんですよ、うん、まあ、体力ゲージは分かりやすいからね、なんぞってなります、ね、うん、あれはまあ、貯めることによっていろんな行動ができるようになるんですよ、うん、そうなんですね。まあ、真ん中の今インフィニティのマークあるでしょ。あ、はい、はい、今トレーニングだからあれインフィニティのマークだけど、うん、まあ、対戦とかになるとあれが、まあ、KOF だと60、うん、60カウント、はい、ワンラウンド60カウントなんで、でゼロになるまでに相手を倒すと勝ち、うん、倒せなかった、倒せなかったら、あ、それは、体力差によって勝敗が決まる。あー、なるほど、はい、ではですね、はい、このトレーニングモードでは相手をひたすら殴れますので、はい、好きなだけ、はい、先ほど学んだ攻撃で相手を殴ってみましょう、はい、覚えてるかな、覚えてるかな、左、大丈夫かな、この子はい、ね、ジャックパンチね、ジャック、はい、ジャックがあって強いパンチ、強いパンチね、強い、キック、あともう一個あったね、同乗死して攻撃してたじゃん、なんか、ジャンプ、あ、ジャンプ、ジャンプか、なんてなんて、吹っ飛ばし攻撃とかってのを覚えてる、こ、こ、そっち、こっち、それを押すと、バン、バーン、あー、やったー、吹っ飛ばし攻撃ですね。ジャンプ攻撃とかもあるよ、しゃがみ攻撃もあるし、あ、そうだ、あれ、いい、当たらない、それで出すだけでいいと、あ、はい、はい、ね、あ、行く、じゃん、はい、はい、しゃがみ攻撃、はい、じゃんパンチ、しゃがみ強パンチ、じゃん、はい、しゃがみ足払い、大足、はい、はい、全部、はい、一通りやりました、やったと思う、よしさあ続きまして、うん、今回から搭載されたシステム、はい、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュを使ってみたいと思います。
とやってまあそうだよね、ラッシュって言われてもなんだよって話でしょ。はい、まあね、地上でかっこいい連続技を決めちゃいましょうっていうことなんです。連続技コンボ、はい、で、はい、まあ、角間くんにやってもらいたい連続技っていうのは、はい、ちょっと、さんが軽くやってみようかな。はい、はい、軽く、はい、やってもらいたいのはこれです。これです。どう、この4ヒット華麗な、華麗だわ。どう、これ簡単これ簡単、ただただすごいですね。いやそんなことないですよ、これね、一見、はい、なんか見たことない動きばっかやってるみたいな思うでしょ、はい、うん、ね、そんなことはないんです。なん、え、合わせは今までやったやつが組み合わさったってこといいのか、うん、というわけでもないんです、うん、このラッシュっていうのはまたさっきの通常攻撃やってきたけど、うんうん、その中にはない動きが結構あったりするんですね。そうなんだ。で、実はこのラッシュという機能、はい、これ四角ボタンを押すだけでできるんです。え、近づいて、はい、四角を4回押す感じ、ポン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 って、ほらもうできた。あなんで今まであんなに頑張ってたのねえ、ねえ、こんな簡単なのがもっと早く教えろよって思うでしょ。これいいですね。これいいでしょ、いいでしょ、初心者に。そうそうそう、優しいんですよ。あのね、はい、あのさっきパワーゲージの説明したじゃん、はあ、そのパワーゲージが1本あるときに、はい、そうラッシュっていうのをやると、さっきまで必殺技で締めてたのが、うん、超必殺技で最後フィニッシュしてくれるんですよ、うん、つまりパワーゲージがあるときにラッシュをやると、自動的にゲージを使った強力な連続技になってくれるんです。ですへ、もう一回、もう一回やってみたいのこれね。今ね、ゲージないから、ね、続けてたらいいんですか、まあ、続けてたらでもいいんですけど、これトレーニングモードなので、はい、で簡単にゲージを、こうやってなんか無制限とかに設定できるんです。へー、強い。無制限はダメなんだ。無制限はダメなので、まあ、とりあえず1にしましょうね、はい、1にしてもう一回四角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 ってやってみ、はい、これがゲージなしラッシュですね。でもう一回四角やってみ、今度はゲージなしラッシュがまた出てきた。近づいて、あ、近づいて、はい、ほら、これでゲージじゃないと。これはさっきやったやつ、ね、そうなんです。あ、で、下のあの黄色いのがいっぱい溜まって、そうそう、1、とりあえず最低でも1本引けるんだ。もうすぐ1本溜まるね。ごめんな、ごめんな。ほら、1本使うと、はい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 、ちょっと光って、なるほど。じゃあもう1本溜まってるなって思って普通に戦ってた時でもこれやったら結構強力な技が出せるよってこと、うん、勝手にやって光って泣くー、これこれ好き、これずっと使おう、はい、そう、これずっと使おうそうだね、まあ基本的にはね、うん、最初はラッシュだけでいいと思いますけれども、はい、その近距離での連続技とかは、うん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 、はいはいはい。じゃあ次はですね、はい、さらにもう一個強力なラッシュの連続技があるんで、まあ、これも本当基本押すだけなんで、はい、おー、やった、はい、ではコントローラー持ってもらって、はい、三角ボタンかバツボタン、はい、この上下のボタンね、はい、それを同乗してするか、はい、ちょっとそれむずいでしょ、この同乗しは、はい、なのでこの R1 ボタン、はい、これがその役割を担っているので、はい、R1 ボタンを押してください。ありがたい、近づいて、はい、あ、いや、そのままに捉える、説明するだけなので、そうするとマックスモードっていうのになるでしょ、はい、今ゲージ2本あってそのうちの1本を使ってパワーゲージを解放みたいな感じで、はいはい、でこのマックスモードっていうのは何だっていうと、じゃあもう一回リスタートしてもらってマックス発動中にラッシュをやってください、はい、相手に近づいて、まずマックス発動中にラッ、あ、はい、うん、じゃあ R1 でマックスオンして四角を、1、2、3、4、そうするとちょっと演出が変わった、さらに強力なラッシュになるんですね。はい、これはパワーゲージを2本使ってることになる。あ、2本も、そうなんです、あらま、その代わり強力な、さっき演出もちょっと入ってるでしょ、そうですね、みたいな感じ、はい、そうそうそう、こういうのもあったりするんです、ね、これがマックス超必殺技って呼ばれるものです。なるほど、まあ、とはいえ、うん、やっぱりここはコマンド入力で他の必殺技を任意に出していきましょう、はい、デン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 どういうことでは次はコマンド入力で必殺技の花鳥戦、花鳥戦、こちらを出してみましょう。はい緊張しすぎじゃね大丈夫、さっきチュートリアルでコマンド入力ちょっとやったじゃん。しましたね、下から右にフィッてって、豚フィッてみたいな、フィッフィッ、はいはいはい、はい、でしょ、覚えてるでしょまあまあ、じゃあ一応ね、はい、僕がお手本を見せますので、あ、お願いします、はい、いいですか、はい、はい、こうですね、え、早っ、え、なんか出た、ね、はい、ほら、センス投げてる、どこ見たらいいの、え、はい、あ、あ、どっち、はい、ゆっくりやってるから順番に見ればいいよ、ゆっくり、え、ゆっくりえ、これゆっくりでしょ、えゆっくりでしょ、ちなみに早くやると、え、早くやると、うん、え、あ、はい、こんな感じ、じゃこれを早速やってもらうんだけど、はい、全然
じゃあそのドゥドゥンドゥンでいいかやってみましょう。はい。いやボタンを押すまでが遅いから。そう、ここですね。ここ、そうそうそう、金目はここ。右、最後の右と四角をもうちょっとこう。あ、そう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 。よし。よし。よし。できるじゃん。できる子。強パンチでやってみよう。戦争速度が上がるから。強パンチ？三角ボタン。三角。そう。あ、ちょっと早い。え？戦争の速度が。まあそれはまあ。そんな気にしなくていいけど、まあそういう使い分けがありますよっていうことですね。え、あ、ほんとだ、全然違いました。でしょ。ではね、課長戦が意外と2人出せたので、はい、もう1個必殺技出しちゃいましょう。できるから。できるから、言ったね。まあでもね、正直できると思う、はい、じゃあそのもう1個の必殺技を出してみましょう、はい、じゃこれもちょっと僕が軽くね、お願いします、はい、でさっきまでは、下から右にやってパンチボタンだったよね、はい、次は下から後ろ、左ですね。左私多分苦手なんですよ。嘘だろ、嘘だろお前。なんか外に出る、はい。これをやってみるとどうなるかっていうと、マリさんはこの後ろに尻尾みたいなのがあるじゃないですか。おー、はい。このなーんてして、はい、これを使って、はっ、尻尾で炎がバーって。え、左。下から左でパンチ。流炎武っていう技が。流炎武。はい。流炎武。炎使いたい。炎使いたい。はい。やってみる、これ。下から後ろでパンチ、もう逆入力ですね、さっきの。タンタン、はい、いきます。はい、至って簡単です。あれ？うん、いや、なんかいい速度的にはいい感じ。ほらほら、できた。やりました。いいじゃん。できますぜ。今のが流炎武っていう。流炎武。さあここまで、まあ、ラッシュや必殺技などなどやってきましたけれど、はい、どうでした？うんうん、いやもうなんかベテラン感ありませんか。言い過ぎだな、言い過ぎだな。だってこんなね、なんか前でベテランだったら俺なんかもうなんか最長老だわみたいな。それは確かに。まあでもね、楽しくなってきたのは間違いないでしょ、うんうん、で、うん、必殺技が自分で出せるっていうところまで来たじゃないですか、はい、で、まあこれができるようになると、うんうん、さらにできることが増えてくるんですね、うん、ちょっと自分でも言ったけど、コンボ、うん、コンボ連続技っていう、はい、言葉大好きです。言葉大好き。かっこよさそう、はいはいはい、まあ、そのコンボっていうのができるようになるんですよ、うん、連続技が。それをちょっとやってみたいんですけど、まあ、連続技は確かにそのラッシュでもこうやってできるんですよ、はい、でも自分でコマンド入力することによって、はい、そのジャンプ攻撃から地上にこうやってつないで、はい、こうやって必殺技でキャンセル、はい、あ、まあ必殺技でこうやって、これは全部自分でやってるんですね、ラッシュじゃなくて。そう、ラッシュは四角を押すだけ、はい、でもコマンド入力できるとジャンプ攻撃から地上に繋いでコマンド入力して、それでもできるんだ。そうそうそう、はい、今キャンセルっていうものを僕はやってるんですけれども、はい、あの通常攻撃中に、ね、うん、こういう強パンチとか、はい、強キックとか、うん、この間に必殺技とか特殊技のコマンドを入れることによって、うん、キャンセルっていうのが成り立ってるんですね、はい、そうすると画面の左上見ててね、強、はい、パンチ流炎武って2ヒットって出るんですよ、はい、これが、まあ、要はコンボなわけなんですよ。あ、2つの技を続けて、ね、相手に、はいはい、ではですね、うん、まあ、先ほどから連発しているキャンセルというものが一体何なのかっていうのをちょっとここで、うん、ちょっと、そうですね、はい、分かんないよね、うんうん、ここで掘り下げてみたいと思います、はい、ではトレーニングで、うん、じゃあ、マイでいいかな、先ほど、かくまくんが言っていたマイ、マイキャスカナギさんでやってくれるんですけれども、はい、はい、じゃあ、例えばですけど、マイさんには、まあ、強キックってこういうのがあります、はい、はい、で、ただ強キックを押すだけだと、うん、まあ、これで終わりじゃないですか、はい、この強キックっていうものを、その噂のキャンセルっていうものをします、はい、このマイさんの蹴り、うん、で、戻りのモーションがあるじゃないですか、蹴り上げた後、はい、足を、はい、下ろします、はい、これをなくすんですよ、うん、で、必殺技を入力しておくと、うん、この蹴りの途中で必殺技のモーションに移行します。あ、じゃあ今単発ずつでやってみるから画面見てて、うん、あ、はい、はい、強キック、流炎武ってやると、うん、まあ、こんな感じなんです、はい、足を下ろして、はい、足を下ろして、うん、尻尾ブーンってやるだけなんです、はい、これだと連続ヒットしてないから、うん、画面にはあの2ヒットとかは出てない。でも強キックをキャンセルして流炎武、この強キック中に流炎武を入力すると、うん、こうなります。2ヒットって出てるでしょ、はい、あ、はい、まあ、フ
振り下ろす前にやってるからその1個目の動きキャンセルし、そう、その動きをキャンセルしているんです。振りってことのキャンセルか。そうそう、蹴りの下ろしのモーションをキャンセルして、はいはい、うん、流炎部っていう技を出すんです。だから連続技やるときに何回もキャンセルっていう言葉が出てきてる。ああ、なるほどなるほど。へ、はい、そっか。じゃあね、その先をちょっと見せちゃうと、うん、すんげえ連続技ができちゃうんです。でそれをね、はい、じゃあ前だと僕あの本当じゃないんで、草薙京さんが、はい、じゃあ前にしようかな、はい。何ができちゃうのかっていうと、はい、さっきキャンセルの説明したじゃん。うん、通常技から、まあ、キャンセルすることによって必殺技とかにつなぐことができます。はいはい、でもその先に、うん、さらに必殺技をキャンセルして、うん、超必殺技につないだり、超必殺技、さっきほら、はい、パワーゲージがあるときに出すことができる技、うんうんうん、あ、はい、そうだから条件はあるけれど、うんうん、よりそのゲージがあるとより連続技を伸ばせ る、 あ、なるほど、相手一気にダメージを奪うことができる、うん、っていうことができるんですね。うんうん、なのでちょっと今トレーニングモードなので、うん、ゲージを最大マックス5本まで、うんはい、なのでまあ今回はちょっとトレーニングモードなので、はい、とりあえず5本設定にして、うん、通常技、うん、チュートリアルでやった草薙さん、はい、特殊技ってこういうのある、あ、こういうのとかキックを、そう、はい、特殊技、そして必殺技で超必殺技とかそういう、はい、あらゆる技を使ってコンボをやりますので、うんうん、はい、はい、はい、おお、これね、あ、すごい、クライマックスキャンセル、あ、はい、で、あの、ほら、一気にあんだけ奪ったの、もう6割ぐらい、でも、パワーゲージを見てください、さっき5あったのに、はい、もう1になってる、あ、ほんとだ、だいぶ使うんですね、そうそう、でも、さっき見た通り、一気に体力を奪うことができる、で、今何をやったかっていうと、はい、まあ、通常技の強パンチやって、はい、うん、特殊技のこの足払いのやつをやって、はい、必殺技のこの二段蹴りで浮かすやつやって、うん、で、なんか何やかんやあって、この超必殺技の炎を投げ払う、こうね、炎でね、はい、で、この後に最後もう一個キャンセルしたんです、さっき、はい、それがクライマックス超必殺技っていうのがあるんですよ。かっこよすぎる、はい、それはマックス超必殺技を超える、はい、さらにパワーゲージを使う、3本かな、はあ、3本ゲージを使うんです、これですね、はい、今これ遠くからやったから当たってないけど、これで最後キャンセルしたんです。わからないけど、キャンセルするときによくわかんないとにかくひたすらすごい、そう、うん、徐々に強い技を連続で出していったんですね、さあ、はい、いよいよ実戦だ、かくまくん、来ました、来ました、来ましたよ、授業の成果を見せてやればええねんあ、持って持ってよし、じゃあ今回はですね、はい、バーサスモード、こちらで CPU をね、はい、倒しましょう、はい、そう、バーサス、これいきますよ、ね、はい、で、チーム V です、チーム KOF は3対3なんでね、言いましたね、そうだ、そう、はい、で、今回まあ7キャラいるんで、はい、そのうちの3キャラを選びましょう、自分のです、そうだね、まずは自分の3人、まあ、じゃあ女の子2キャラいるから、はい、とりあえずポーラ、もう色はじゃあお好きなの選んでいい、はい、はい、と、はい、そうだな、私これが好き、おシュンエ、はい、はい、じゃあいきましょう、シュンエ、はい、じゃあ最後前にしましょうかね、はい、はい、色変えて、はい、はい、じゃあそのまま選んでください、次は相手のキャラを選びます、あ、そっか、ほら今ね、はい、あの四角を押すと1番手がシルビーになる、で三角を押すと1番、今1番をまず決める、あー、なるほど、はい、ので、まあ、1番にしたいキャラのボタンを押していくわけですね、うんうん、でもじゃあこのままこのままでいいのかな、じゃあシルビーを1番だから今四角を押して、2番を俊英にしたいから三角を次押す、三角、はい、で丸で前で、まあはあ、チーム戦だからこう3人分の技とか今はまだね予定無理なので、はいはい、まあ、その通常攻撃吹っ飛ばし、はい、もしくはラッシュを駆使して頑張ってみてください、はい、ちょシルビーとかね、すごい濃いですね、いかがだったでしょう、あ、よりかっこいいのよ、お叫びすぎいいよいいよ、吹っ飛ばしいいよ、ちょちょちょお、ダッシュした、すげえ、あ、結構より動く、レベル3動く、ちょ通常技を駆使して戦おうも、待って、なんか動きが独特すぎて
そう、シルビーはね、正直特殊すぎてね、おじさんもなんて説明するのかわからない。いや、私とりあえず近づいたら四角連打。あ、そうだそうだ、近づいたらね、ラッシュがあるから、ラッシュ、ラッシュ近くだよ、近く。あー、相手がラッシュ、あー、あー、青いから、あ、今ゲージあるから、あ、あ、レベル3、意外とコンボやってる。コンボなってますよ、私、ラッシュなってない、全然なってない。なんで全然なってない。あ、来た、来た、待って、お願い。お願い、ヤガミさん、ジャンプか、ジャンプ、ジャンプキックとかあるよ。いや、それ多分ね、あ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 、ちょっとあの収録止めてもらっていいですか。やだー、もうダメだ、もうダメだ。こっからだよね。え、こっから、ほら、ちょっと今ね、ほら使いやすそうなキャラがね。そう、ちょっと、準備運動ですね。あ、待って、急に来た。はい、お、いいよ、なんかいい、今コマンドマザーやったんじゃない。あ、いいよ、ラッシュ。あ、ちょっと待って、来た。いいよ、はい、もう仕事終了。はい、まだ、いいよ、まだ全然いける。待って、今、壊しからラッシュやってたよ、何気に。本当にしっかりしてる。いいよ、やりました。シュウエイはラッシュに入りやすいよね。初勝利、何事、びっくりした。やられたのかと。いいよ、まあ、相手今ね、時報戦だから。6、6で、あー。意外とつつかった。いいよ、ジャンプとか、フットワークとかで。なんか来てる、ほら、こなんかあれ使ってる、近づいてくる、使ってる、使ってる。あー、食べられる。頑張れ、止まってたら勝てないぞ。待って、これ超怖い。いいよ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。バーカ、小学生か。あ、あいつもラッシュしてきた。いや、CPU もラッシュすんだ。はい。いいよ、5番連打、5番連打。お、なんか飛び入り、あ、投げられて。絶滅。まだいける。まだいける。コントローラーから声がした。喋った。はい。いいよ、5番。ラッシュしかやろうとしてない。フットワークとか当てるといいよ、登場とか。あ、いい、いい、蹴りが。あ、発動してるけど。待って、待って、待って。ラッシュ使いたいの。ラッシュは密着、ほぼ密着状態じゃないとラッシュにならないから、ね、言ってください、先にそれを。それ結構前に言ったから。本当ですか。はい、いいよ、技出してんじゃん。え、本当ですか。うん、いいよ。え、ちちちちお、吹っ飛ばした。やった、勝った。ああ、いや、まだ相手一人いるから。え、まだいました。あと最後、ネルソンがいる。あれ、すごいね、コマンド一切知らないままやってる。お、いいよ、あ、ゲランゲリ、あ、はい、はい、ラッシュして、はい、はい、足場、あ、やだー、ガードガード、あー、間に合ってなかったか。あー、もうない、もうちょっと減らしたい。いいよ、いいよ、はい、あー、まあでも最後はさ、前やよ、前だからコマンド出してるね、技。はい、自分で技も出せるし。はい、頑張れ、ゲージ2もある。いや、なんで3気に使うの。いいよ、今ラッシュやったらね、もう視聴率がすごい。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、近づけないの。歩いてるから、ダッシュとか、そうそう、ダッシュ、ダッシュして、視覚、あ、消えてるの。なくなっちゃう、ゲージが。やだ、あ、なくなっちゃう、頑張れ、頑張れ、視覚で視覚連打、あ、なくなっちゃったけど、いいよ、いいよ、いいよ、使って、ダッシュ、はい、お、ダッシュと筋肉を吹っ飛ばし、なんかそれっぽい、それっぽい、じゃ、小ジャンプしてる、すげえ、はい、褒めてくれる、お、すごい、ラッシュ、ラッシュ、はい、忍び鉢、いいよ、相手も1割、1割ちょっと、はい、コパン、コパン、いやらしいコパンが、はい、コパン、コパン、何言ってるかちょっとわからない、勝ったー、コパンで勝った、ペチペチ、ペチペチ、いやー、最後は地味でしたけれども、いやでも、あれですね、CPU チャレンジ、これ成功じゃないですか、やったー、はい、勝つって気持ちいいですね。あ、そうでしょ、やったー、楽しい。フィニッシュがコパンとはいえ勝つと気持ちいいんですよ。コパンってそういうことなんですね。さあ、かくまくん、はい、どうぞ、どうでしたか。めっちゃ楽しかったです。お、本当にだって勝ったもん、やったー、レイン。お、そうそう、勝ったよ、すごい、お見事だったよな。はい、ラッシュして本当に、ここにね、これやるために練習とか全くしてない状態だったので。そうです、体験版ですからね。そうです、で、今までも格闘ゲームしてなかったのに、うん、こうやって勝てたりするので、そうそうそう、すごい楽しかったです。よかった、はい、ね、まだね、ちょっとなんか苦手意識あるよって方もね、ぜひやってみてほしいなって思います。これを機にね、はい、やってみていただきたいと思います。はい、それではこのあたりで今回一期道場終わりにしたいと思います。皆さんもぜひですね、体験版をダウンロードして一期道場にするように。はい、最後に KOF 14最新トレーラーをご覧いただきながら皆さんとお別れです。せーの、ご視聴ありがとうございました。おっす。
諸君、チャンピオンベルトはここにある。奪いに来い。ザ・チームオブファイター開幕じゃ。まだ諦めてねえのか、てめえのしつけえな。何もかも全て焼き尽くす。俺に任せな。はぁ、モンキャッチャー、カチカチにしてやるんだから。俺一人で十分。ガチンコで行くぜ。任務遂行します。まだまだじゃのう。取り返しのつかない剣アウトぞ。さあ、用具に身を委ねよう。私の手から逃れることはできません。ごきげんよう。親父が言ってた何かあるってこれだな。案ずるな、弟子たちよ。いろんなところから集まってきた憎悪や負の塊。あいつと共鳴してるの？The King of Fighters 14。記念撮影しておくか。キングオブファイターズをご覧の皆様。14!